父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に、皆さん聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、旧大姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行いを怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして旧大姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。全能の永遠の神よ、あなたは聖ヤコブの殉教を使徒の発砲として受け入れてくださいました。聖人の信仰に力づけられ、その取り次ぎを願う教会が誠の証を立てることができますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、ゆゆとこしえに生き、収められる恩子、私たちの主イエスキリストによって。アーメン。使徒パウロのコリントの教会の手紙。皆さん、私たちは、この有な宝を土の器に収めています。この皆、はすれて、偉大な力が、神のものであって、私たちから出たもの、出ないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても、行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつも
イエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬ初のこの身にイエスの命が現れるために、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると、私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。神の御言葉。神に感謝。主と共に働く我らは、主と共にその実りを味わう。神が囚われ人をシオンに戻された時、私たちは夢を見ている思いがした。私たちの顔は微笑み、口には喜びの歌が浮かんだ。主と共に働く我らは、主と共にその実りを味わう。種を手に涙を流して出ていく人は、束を抱え喜びに溢れて帰ってくる。神は私たちに偉大な業を行われ、私たちは喜びにあふれた。主と共に働く我らは、主と共にその実りを味わう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。あなた方を世から選んだのは、あなた方が言って実を結び、その実が残るためである。ハレルヤ、ハレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マタイによる福音、主に栄光。その時、セベダイの息子たちの母が、その二人の息子と一緒に、イエスのところに来て、ひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが、何が望みか、と言われると、彼女は言った。王座に好きになる時、この二人の息子が、一人は、あなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が
飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人が、できますと言うと、イエスは言われた。確かに、あなた方は私の杯を飲むことになる。しかし、私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方もしているように、異邦人の間では、支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間では、そうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、一番上になりたい者は、皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるためにまた多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために生きたのと同じように。主の御言葉、クリストに賛美。今日は聖ヤコブスと祝日で、私たちの教会の礎として、この人たちの上に建てられていました。この教会も続いていて、この地域の教会も、特に聖ヤコブは、サンティアゴ・コンポステラという巡礼の道をスペインによく巡礼者が歩んでいきます。この聖ヤコブのことによって、今日のマタイ福音書から自分のお母さんがイエス様に頼むこと、イエス様の右と左、ヨハネとヤコブという人は、イエス様が栄光におられるとき、座らせていただきたいと頼んだ。でも、イエス様に従う人々は、このイエス様の道行きを歩まないといけないと、また、杯も飲まないといけない。結局、イエス様の道は、また、人として苦労になる。この十字架の意味は、苦労だけではなくて、この弟子たちの、また人たちの、殉教も、イエス様のように、すべて捧げて、この教会の土台として私たちは今生きています。今日の聖ヤコブの取り付きによって私たちの普遍教会、特にリーダーたちの知恵と正しい道を私たちもお祈り捧げ物として、この御言葉の祭儀を一緒に願いましょう。聖霊の導きと照らしを祈り求めましょう。アーメン。
慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。祈りますよ。恵み豊かな神よ、使徒ヤコブの祈りを聞き入れ、この祝日に尊い席を受けた私たちを強めてください。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、この御言葉の際に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の詐欺を終わります。行きましょう。主の日はのうちに。神に感謝。